俺が狙われる役になっても他の人は回せるっちゅう。ただそんだけっていう。本当にね、面白くないプレイやってる。レイス使うやつにやっぱりろくなのいないんだよ、やっぱり。それを選択しないから、そんなの。そんな信用しねえキラって貸したい。俺ね、ボイチャパーティーでやってる可能性あるよ、キラ。あ、今はね、違うかもしんない。ダブルで入ってきたらね、抜けてもいいかも。つまんないやつらだから、大体。ボイチャ使って勝とうとしてるなんて。キラーでボイチャ使って勝とうとしてる。マジだな。あ、一緒に入ってきた、これ。俺ね、キラーをね、二人組でやってる可能性あるよ。なんか試合見ててね、なんか謎の連携してるやつとか、奴らとかいいんだわ。俺は要するにさっきのゲームはね、二人がかりで行ったんだけど、うん、なんかね、それっぽいパーティー、なんかそれっぽい奴らいいんだよ。連携してやろうとしてる奴らとか。つまんないからやめてほしいと思ってる。本当、野良二人でやってほしい。面白くないから、そんな連携されても。さっきの奴らはね、典型的なキャントン狙いで、発電機、二人がかりだから発電機回されるっていう。典型的な奴ら。だからね、発電機回される。上手な人たちはね、もう一人やってる。アザロフに昨日だったかバグがあったんだよね。なんか赤いなんか、ベルト4。俺も多分動画にも残ってっけど。エオンとジェイクはそこから抜けていったけど、裏に回るとゲートが開けられる、ゲートに出れるっていう。わけわかんねえバグがあったけど、直したんだよ。見てわかんねえか、危険だって。私はもうアーミアさんいなくなったらやめます。勝てないゲームは即やめ、時間の無駄なんで。クロちゃんっていうのはもうつまないゲームは抜けます。こんなエンターテインメント性のないキラーなんかダメ。私たち二人に楽しませないんだったら、ね、何にも、ね、意味ないですから。エンターテインメントなんですよ、ゲーム。誰かかりで動いてるやつとかいるやん。たまたまだったらいいけど、大体そういうやつだって回されるんだよな。別々にバラで動いてね、釣りペース早い時の方が勝てない。ちなみに、人数があるから。人が少ない時は逆にそれでいいんだけど、人が少なければ。発電機周辺に仕掛けてもあ、いや、もう
ダメだって、もう中途半端がダメなんだって。だから言ってんだろ、その致命傷になるって。使えねえやつって発電機回さねえで治療もらいに来やがってよ。あんな顔面全員で回し一択だろうよ。マジ使えねえなって思うわ。ちゃんの美しいムーブ、今日チームを救い続けてる。スーパープレイヤー、ヒロちゃん。ヒロちゃんのスーパープレイ、アントレスを封じる。今日何度も救い続けてるヒロちゃんのチェイス、当たってるチェイス、チームを何度も救い続ける。アウトの人誰かその辺にいない？そう、どうもらいたい。こんな発電機なんかどうでもいいだろうよ。回してもらいたい。もう回せよ。こっちはこっちで仕事する。スーパープレイヤーだろ。泣けるプレイの連発だろ。回せねえなんてありえねえからな。回せよ。今のがすごい最高率で動いてるでしょ。テーブルボードに全て託して、俺が、人同士で治療し合う。位置分かってるから。勝負どころは小屋のあそこの診療所近く。回してる発電機、テーブルが回してる。すべて狙い通り。すべてをかけた俺のプレイ。あと俺のスカウト力で、ヒラの位置把握を早く。俺がヒロちゃんのスーパービッグプレイ！テーブル。スーパービッグプレイ。開いてない！最悪！どこ開けてんの？マジで開けてないんだ、ここ。開けてねえじゃん、ここ。どこやねん、ゲートのルートは。もうマジでわかんねえんだけど、開けてねえから、もう。開いてねえじゃん、全然よ。どこなんだろうな、もう。マジで呆れ返るわ。マジで呆れ返るわ、本当によ。
本当にムカつくよな。本当ムカつくわ。でもいい仕事はしてたから。最後の方はね、見てる人は多分わかるけどね、すごいね、超スーパープレイを行ったよ。超スーパープレイは行ってましたよ。ノラモブの一般のやつができないっていう簡単なプレイなんだけど。診療所で発電機で回してたセーブルウォードが、に治療してもらおうと思ったけど、ララクロフトが、ちょうど近くのジャングルジムの方にいたから、俺の方が、負傷状態で救助行って、お互い救助 してる間に、多分セーブルウォードとか、あれか、リー・ユンジとかが回してたみたい。うん。狙い通りの展開だったでしょ。うん。発電機意識がやや高めな人だったから。だから、負傷状態の僕が、助けに行って、で、回してもらって、元気だけど回してもらって、最後の1台が勝負になると思ったから。ああ、ありがとうございます。よかったです。悲しかったけど、まあ、しょうがないです。うん。しょうがないです。運が悪かったって話ですまあ、通電の時は、通電後は運ゲーだからね、嫌い狙われてるか狙われてないだから。やるべきことはやったんで。発電機のラストの1台回させるために何をなすべきかって。元気なセーブルボードの方に発電機回させて、僕が負傷状態で、ララクロフトを助けに行って、ちょいと距離はあったけど、ちょい近い距離のね、近めの距離。そんなに遠距離じゃないけど。で、お互い直し合ってる間にちょうど発電機がつくっていう。理想系の展開は演出したんで。うん。ああいうとこで、ね、発電機係と救助係って分けるっていう。あ、俺救助してもらうの止めて僕が救助方向に入って、あ、向こう分かったみたいなんで発電機回してもらってっていう、そういう空気感で。やれたんで、よかったです。そういうところだ。そういうところっすね。大事なのは。勝ち負けじゃなくて、試合のプロセスだから、大事なのは。出たか出てないかじゃない。そうそう。そういうのはできてよかったです。うん。まあ、勝てることはない、チームが。うん。負けるよりは数千倍マシですよ。普通に脱出して抜けたから。プロセス、結果的なあれは時間とかの関係とかもあったからね、しょうがないよね。うん。よかったです。一緒に、やれるので、待ち時間に、抜けたか抜けてないかじゃなくて、ちゃんとゲームができたか、自分のゲームができたかの方にちゃんとやった方が、人狼ゲームと同じだね。団体戦だから、真面目にやっても勝てないから。フリー組がどれだけいけるかだからね。左で回してるから、だんだん左も見れるようになってきた。
上回してる人がいる。多くな、あんまり目立つような。さらばもういい。火の手を打つ。二人で、ま、治療してる。だんだん1対4みたいな感覚でできるぞ。だんだん、左の方は細かいけど、慣れれば。今みたいなの効率的な動きを俺はやってる。自分で頭を使って。あ、プレイヤー。プちゃんが。プレイはいい。いいプレイをしてる。回そう。真ん中とか回しづらいから。先を見据えてプレイする。丁寧に。あ、治療。治療したいな、治療。元気な人は何枚いる？閉じるしかない、味方を。外した、マークは。うわぁ、やばい！なんだよ、これ。本当によー。トラッパーだな、罠。電気回すやつがいない、多分。人で回せるやつなんて言ってやるね。どうしてレオンが回してる。疲れるんだ。疲れねえんだよなぁ、もう。
で戦うしかないから、ね、あっちアップしてるわ。アントレスと。あっちアップしてるこっちの気持ちにもなれや。一応、アウトだからできるけど。発電機回してる人いる？よし、よし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 。行こう！助ける助ける、発電機いりません。オーリなんかいりません。狩猟です、最優先です。俺ぐらいの気持ちでやらないんだったらもうクレムさん見してる。うん、もうデッドが引退だよ、もうそのやつ。デッドが引退レベルだよ。この試合で見してるようだったらもう腹から勝てない。最高のところでまだ運はある。来る、ここに行く、ここに行く。やばい、違った意味でやばいって。発電機回してるやついる。いやー弱えよな、このチームって。同じことしかしねえし、別なとこ。ああ、俺が同じことをやってたら意味がない。ああ、ああ、もうどこだ、どこにある。なんだよこれ。あと2台向こう側にあるの全部もしかして。危ない、トラッパーらしきものが。これ見えてんのかな。ヒロちゃんの抜け目ないプレイ。あれ合わせないってもうすげえもんね。合わせないならどうやって勝つんだろう。間に合え、間に合った。合わさせないと。ああ、ビームだよ。回してもう、まあ要求によって。こいつがダメなんだよな、もうよ。回復しかしねえもん。治療回復しかしねえもん。ほんと、勝負かけて発電機回すとかはねえんだろうがね。勝負かけて発電機回すとかねえもんな。治療救助が多すぎないとダメなのよ。優れてる人はちゃんと言ってるんだから。負傷でも回せないんだったらどうしようもないの。アメさんが負傷で回してるからああなってんの。抜けたらいいだろ、早くも時間もったいないから。治療コンテストじゃねえの。
でも勝ったみたいだからいいんじゃない？いいゲーム。うん、きつかったね。あと1台がね。固まってるときついね。テーブルオードの人とね、アミヤさんの違いって、武将とでも外れに回してるから、向こう側行かなきゃいけないって、一目瞭然なのに、元気な奴らチキってこっち側来てんだぜ。こっち側にしかない一台の。俺たちが回してんだから違うとこ行って回すとかって努力しないの。キラーがいるから。で、キラーがいなそうなところで人が発電機回してるとこに来るの。え？どうすんの？それ一台回って。あの通りになるの。残り1台回してないとダメなの。あの、一体音でもそうだけど、人と違うことをするの、なるべく。途中一人でやってた時とか見てたら、わざと二つの発電機回さなきゃいけないから片側行ってやられてもいいって役やってたりする。そういうのが大事なの。もう同じ道の発電機回すとかも、何考えてんだろう。最後になればなるほど。人気なら戦わなきゃいけないんだわ。はぁ、あ、待って もう逃げないんだろうな。なんで逃げないんだろう。臨機応変にやれないんだろう。なんでキラーの心音来て発電機回してんの。出ればいいじゃん、そんな発電機。で、2人やられてんだぜ、もうよ。なんでこんな戦力外通告レベルのことやってんの。何、一体。何歩でも変わんないじゃん。いやー、もう抜けたいもん、こんなパーティーと組むだけで。一体何歩でも変わんねえじゃん、やるべきことは。心音があるキラー相手になんで発電機回してんの。何、2体外れだとそれができると思ってんの。
どれだけあんたらはチェイスパークだけで生きてんだよ。チェイスパークで俺よりもチェイスができるとかわけわかんねえ。その状態だったらずっとチェイスパーク使ってない俺の方が優秀に決まってんだろ。もうよ、俺もう地雷パーティーだと思うんで、もう抜けた方がいいと思うよ。俺は適当にご飯食べていいっすか。もうすいません、ご飯食べます。もうやりたくないんで、こんな地雷パーティーやるだけ時間の無駄。もう絶対無理。俺は絶対もうそう思う。こんなのに命かけてる方が時間の無駄だから、もうすいません放置します。そうそう、ご飯食べてます。こっちの方がまだマシ。俺地雷パーティーだよ、もう。あのジョナバスケスだがを使って、ジョナバスケスなのかな、男キャラ使ってるやつは特にやばい。こっち取ってる感じの男キャラ使ってるやつは、でもいねえな。うわ、特にやばい。ジョナバスケスなんだろうかな。あ、こはあさるわ、救助も行かないで発電機回すわっていう、怒り浸透だよ、もう。本当によ、乗らぬやつはアーミアさんだけ助けとけ、まず。やっとけ。もう、俺のことは別にいいよ。俺は別にフレンさんでやってる時は優しい男だから、意外と。個人でやってる時には鬼軍曹のようだけど、別に。うん。一人でやる時には別に一人で、あれで、別に言うことはできんだから。あ、どこだ？ここに測ったの設定だな。この辺、あれ、あ、どういうことよ、ここ発電機回ってるぞ。何テスト当たってたの、そこは一台だ、あれない、どうしようもないパーティーって言って、よし、あれちゃう、これは避けなければ、私がやられることは言わない。
違うところ探して。あと、タスク救助もちょっと、ケアしないといけない。早めに救助。覚えてるから救助。俺が行く、俺が行く。スーパービッグプレイしないと。見えた。人がいる。ああ、多分、あ、デビキン。やばいやつデビキン。ハゴはアサルは救助しないって。無理しなくても、いいですよ。脱出優先ね。3人で回せる。と思ったら無理しないといけないのか。皆さんは。すごいゲート曲げねえで、そこの方に隠れてる。向こう行ったのか知んねえけど。なんか、ギリギリまで上げるんで脱出してください。これで引きつけるんで。俺のこと無視で。ああ、よかった。よし。究極でスクートがあるから、まあ、最悪ここにあったらスクーか。ここにあったら上げ。近かったら救うけど、近くなかったら俺は逃げるから。ちょっとの力を出さないといけない。ここはなんとか出して場所かも。はい、これで、はい、これが、ヒロシャーン！よかったよかった。はい、よかったよかった。脱出できるときは嬉しいね。キラーはやっぱりエンターテインメントだから、サバイバー勝たせるキラーが優秀よ。サバイバーに遊ばせて、おもてなしして勝たせる。俺の人狼と同じですよ。人狼でガチに勝とうとするなんてもんだね。よし、よかった。最初からボットだったって言わんばかりの態度ですけど、最初からじゃないはずなんでね。勝てないゲームでね、ドクロスなんで良くないですよ。だって当たり前っす。で、正義のね、この真の勝利。楽しいね。やれるでいいね、やっぱデッドバイやったもんね。で、人狼をやる時間がまたね、モチベーションっていうのがまた高まるんだから。毎日やってると疲れが生じたりするから。目に見えない。昨日はまあ睡眠不足とかも戦ってるけど、目に見えない戦い、あのね、スワンド、アースか。前の題名に名前打つのめんどくせえな、2体もいると。トラッパーだし、ハントレスは絶対いるよな。さっきのあの、ヒルビリーとレイズみたいな、あの、もう、ボイチャパーティーかのような、あの、再プレイする奴らぐらいだよね。合わないの。ほとんどもうハント。こんなに好きなのかっていう。あ、別にプレイはおかしなプレイやってないからね、ずっと。もう超高確率で絶対いる。うん。
あ、救助担当が多いんですか、これ。あ、救助担当が多い時って、ライトマンとか見てみな。あの、発電機回さないやついると回んない現象起こるんだ。担当ならなおさら発電機になる可能性はゼロではない。この時間帯に発電機回せてない人がいることがある。的な問題もあると思う。つまんないやつだね、やっぱりレース使いって。高確率でキャントン狙ってるっていう。このつまんなさ。適当に流してもいいよ。東京によっては。適当に。気をつけてね。あいつはちゃんと飛んでる準備だろう。可能性がある。ただない、捨てて。のはず。はい。ここって多分俺が近いし、俺の発電機大して回ってないからね。ほら、キャンプやってんだよ。せこいやつよ。こういう、なんか、勝利にこだわってマジで思んないことするやつって、本当に、あの、飽きれるよね。二人いるよ。あれ、こっから俺回してたとこなかったっけ？こう回ったんだ、なんだかんだ言って。ああ。いや、仕方がない。いや、あいつは、トンネル、キャントンやってるんですよ。あのレースは。そんなぐらいつまんないやつなんですよ。超高確率でやってるから、汚いやつだから。もうレース使ってそのプレイしかしないような、超ダサいやつだから。
あのね、この二人組はね、ダサいやつですね。キャントンドガをずっと繰り返す、ダサいやつら。本当にせこいやつら。キャントンをずっと終始繰り返すとか。あとね、セルキア打てます、2回目は。2回目はセルキア打てます。これボイチャだよ絶対。ボイチャがなければできねえって。これ通報入れればボイチャで勝とうっていうのは。ボイチャパーティーは参考試合ね。あれはさすがにボイチャパーティーよ。さすがにこれをこうやって連携で勝つって、お前ら何サバイバーがボイチャ使ってたら文句言うのにキラーでやってんの。これ通報だよこれ。さすがにフェアプレイじゃないから。もうボイチャでやってる完全に。ボイチャーパーティーでかな、やってる。もう明確にやってるわ、これ。たとえ通報するわ、もう。まあ、ここ回るかもしんない。頑張ってほしいけどな。無理しないで。頑張ろう。しょうがないしょうがない。抜けられないからね、こういう面白くねえやつらと。まあ気を取り直して次に頑張りましょう。いい運転の方にフォローがあれば、この人大事ができれば、なんか引きつけてもいいよ。頑張って頑張れればな。いやーもうこいつが、あれこいつはリンウジンか。発電機回してる人か。だったらいいや、まだ100歩入れて。発電機回してる人だわこれ。ただバレたらあれだけど、連携ができればいいけど、これやってるうちに、もう、ここに隠れてるうちに、もう、ハッチ戦狙ってるでいいのかな。だったら、もう、ハッチ戦狙うんだったら狙うでも。だから隠れてるやつはダメなんだっていう。あのさ、ミッドブレードお前のが隠れて隠れて隠れてよ。まあ言えるよな。隠れて隠れてってなんで隠れてんだろうって思う俺も。隠れる回数が多すぎだろ俺がパッと見ただけでも。隠れてどうやって勝つの。もうチェイスして戦う気持ちもないんでしょ。多分ね、ボイチャパーティーっぽいから参考試合だね。いや、発電機は回してないんですよ。ちょいちょい隠れるんですよ、結構長く。隠れないでもう、さっさとババッとやって、もうやんなきゃいけないけど、発電機回すか、どうにか救助行くかってやんなきゃいけないけど、
発電機回してる時間帯もあったんですよ、もちろん。7割ぐらい回してたんですよ。でもなんかね、やたら隠れんなっていう人。あ、すいません、普通の人よりは、あそこに入ってる。いきなり画面切り替えたらいきなり隠れてるし。パーティーでやってきてない、ボイチャで連携してだったらダメなこともあるだろう。うん。面白くもなんともないじゃん。完全野良でやってると体感でいるんだけど。女8人もパーティー組むパーティー、軍隊パーティーなんて来ないだろう。2対8で軍隊パーティーで貸したい奴らの方が気が知れねえと思うけど。みんなただ単にアーカイブとかたらだまったり楽しむためにやってんだからね。あれ、参考試合よ。多分、ボイチャ連携があるっぽいのは、さすがに参考試合よ。参考試合ってキラーの反則負けよ。うん。さすがに。ゲーム性が崩壊するから。そんなことして勝とうとする奴らって気持ち悪すぎて言葉出ないのレベルだから。もう。別に、まあ、そこまでこだわってないから、もうボイチャパーティー集がしたらもう、参考試合だから別に。勝ち負けは僕らの反則勝ちだ、勝ちなんでね。反則された方の側なんで。うん。まあ別にいいんですけど。つまんないっつうの。安全の裏でやってくれないとつまんないっつうの。こっちの方は。軍隊パーティーの時だけやってくんねえかな。今度、3人パーティーいたとしても2、3人パーティーだどうしようもねえだろう。8人パーティーいるんじゃあるまいし。あっつい。キラーの連携が入るとダメよ。ゲームが崩壊するが、キラーが連携してしまうと。もう、明らかにボイジャーパーティーやってるなって感じの連携。またこれだよ。アナゴのこいつばっかり使うやつ多いよな。もうマジで飽きる。来るよ。雰囲気回してる人がいて、雰囲気ぐったぐたになんだよな。回してるなら行かない方がいいのかな。
あーもう移動してくんねえかな。でも頑張ってチェイスがなんとかやったよ。もういやーもう一番悪い状況だよな。状態が悪い時期やな。おい何してんだこいつは。回復しろよもうよ。この初心者フェン何の役にも立たねえなこいつよ。マジでよ何してんだよ。なんで回復しねえんだよ、まず。周り見ろよ。お、こう、ゲームやってる感覚でやれよ、ゲームやってる感覚で。一人称でゲームやってんだわ。他の野良って。三人称でゲームやれんだよ。簡潔に言うと。いやーもういやーもうマジで大すぎだもう助ける人たちのことも考えてくれよ。待ってんだからよ。発電機回んねえだろうよ。自分が回してんだら回せよ。救助するゲームじゃねえんだって。ビットリオがいやいいじゃん向こうよ。あ、ビルジー止まらないと回復できない。動きがあれば回復できない。この辺でいいやもう。あれ行ってる人いない。嘘こっちにあるじゃん。なんで回さないの人は。わかんねえ。で、回さねえんだろ、ここは。数を重ねるか。二人いる。はい、よし、待機だ。頼む、助けてくれ。助けないなんてダメだから。二人が回してる。まだ勝てる。助けてくれ。俺が行ったら負けだから。なんで行かねスーパープレイ。ダサいキラー使ってじゃねえよ。俺の位置が回せれば、ただこっちに引きつける。向こうがある。じゃあこっちで戦う。ここの位置が戦わなきゃいいんや。なんかセットして移動しよう。大丈夫、向こう回してる。来てもらう。
長期戦見据えて短期決戦じゃないよ。向こうとこっちでつければ戦えるとはず。レイスだから危険だから、今のこの時間を使って2人で回すしかもう手がないかも。ここに来たらしょうがないけど、さすがに行かないといけないよ。俺が行くけど、回しきれる、大丈夫。スーパーブリックプレイ。脱出して、これはもう無理だ。キラートラッパーだけ引きつける。どこの位置、旗では終われないんだ。これはリーチ、ゲートは開いた。誰もゲート開けてないの、このパーティー。なんでこうなってんの？いやー、ゲートも開けれねえの、こういう。抜けた。よし、勝った。よし、じゃあいいや。よかった、もう。チーム戦で。いやもう、なんでこうなってんのかっていうぐらいの勢いで。あ、ここにあったじゃん。まあいいや。勝たしたからいいよ。勝たしたでしょ、もう。ああ、終盤戦のあの、罠にかかるのが痛かったけど。あ、チーム戦で勝たしたからよかったわ。うん。みんながやられたんだ。でも、まあ、通電させられてよかったんじゃないですか。やっぱ長期戦見据えてよかったですね。短期決戦だと、うん。いや、僕はトラッパーと戦ってたんで、ずっと。発電機回した位置からトラッパーとずっと戦ってました。ずっと、追われてたんで、ずっと。でも通電できてよかったですね。キラーの能力知らないけど、キラーってどういう能力あんの？なんかのパークっぽいの入ってるでしょ。俺だったらなんか警戒とかね、64に入ると位置がわかるとか。これ何秒の間隔なのかは知らないんだけど。でもな、なんかそれの専用スキルみたいなもんやな。なんか。別に特段。
溜まったのがあるわけじゃなくて。これはただもう見えるから使ってる。もうめんどくさいから。アウトって使ってる。長身状態だから移動速度速い。警戒みてえなのとなんか、しゃがんだ時だけ、うめきが減って、都会の逃走術みたいになるって、しゃがむと速いっていう。もう、あれだけど、でも、あ、で、隠れ場あんのかな？わかんない。したことがないからわかんないけど。油が乗ってんのかな。これつけてる発電機が見えてるな。つけてない発電機も発電機係のおかげで見えてるな。固まるは固まる前がまずつける。人数がいれば戦える可能性は秘めてる。ある戦ってなんだ。だから行くわ。どこにいる？発電機回してやいいや。これが位置を下ろし入れるわ。エースでも位置が変わってくる。どうしよう。
3台回してるところで多分ここがつける。ここはおそらくアメさんがこの状態で回してるのを回避に入れたいが、ここに1台にしないと多分100点負けの目はあるから。プレッシャーがあるんだね、テーブルのこと。そんなに離れてるんだけど、俺のあれって逆に見えないのかな。しょうがない、だらねえこと考えてる暇なんかねえよ。どうせ助けないんで、誰よりも助けて、助ける道を選んだ方が。究極の時に助けたけど、ゲートが開いてない扱いなの。痛い味はね、こういう時もあるから、近い時には助けた方がいいに決まってるし、1対4よりはまだなんとかなる率ある。抜けましたよね。よし、じゃあこれがゲームチャン、トライスファイス、気合帰ってきましたね、やっぱりね。ああ気持ちいい。いや本来僕は救助行く人なんですよ。でもね、抜けないやつのせいで僕はああいうプレイスタイルになってるんだけど、別に釣り交換も本来はできる人なんですけど。勝って当たり前。ミッションクリア。ようやくこの僕にすればめんどくさいミッションが僕のプレイスタイルに全く合わないために終わんないっていう。ああ、楽しいですね。本当もレースが増えてるね。面白くねえやつが使うキラー。本当面白くねえやつってこれ使うよね。何が楽しくて使ってんだろう。編成まで疑うレベルだから。あ、これは無理です。第8章。無理です。無謀使えというなんかオーダーが出てる。何回目のやってるまずこなせばいいだ。やって。簡単なやつでいいんだけど、数こなせ。ああ、これとかはありそう。2対8だから僕よりも先に出る人いる。だからできそう。ああ、普通の人なら簡単かもしれないけど、僕のプレイスタイルと合わない。俺はスカウトマンにしてる。だから。あの、発電機回す人っすね。ガイドって言ったっけ？ありがとう。よし。よかったね。よし。
暑いっすよね。パリとか何度なんだろうね。パリって、出せれば北海道ぐらいの緯度なの？え？ヨーロッパでいう北海道ってどれくらいの緯度なの？例えば。世界地図みてえな。意外とヨーロッパって北の方じゃねえの？下手すれば北海道よりも意外と。そんなわけないだろうって言って、そんなわけだったような気もしないでもないような。あずはな。ああ、確かになんか北海道ぐらいの緯度っぽいけど、あの地図が小さすぎて見えねえけど。多分。期待はしないでほしい。うん。ヨーロッパって意外と、このチリの時に見てると、北海道ぐらいって、北海道ぐらいの人じゃねえだろうと思ってて。つまんないキラーだったら即やめでいいんで、もう俺終わらせるんで、もう許さないんで。エンターテインメント性をぶっ壊すようなキラーはもう悪質キラーと見なすから、俺はもう怒りのもう試合放棄しますから、安心してください。私は許さないから。なんで人が、あ、危ない危ない、やめよう、ピッチだからやめよう。危ない危ない。これなんでこれ勝てるか知ってる？このアミヤさんが負傷状態で回してるからなんだよ。こういうプレイがあるからね、発電機回んのよ。俺が一人だけやってみな。ほんと治療救助ばっかりして、自分が完全にならないと回復しないとか、そんなのばっかりだろ。あ、任せます。あー、間に合え。ごめんなさい。食べる。これで、やっと。あっち行ってほら。この人とダブルだもんね。どうしても。いけない。苦しい。おお。あれが元気なやつ言ってっかな。クリっぽい。言ってない？俺。こんなことある？
ああまだ戦えるから大丈夫だ。諦めんな。ただもう放置でもいい。逆に放置すれば逆に逃げなきゃ。よし、間に合った。よし、時間稼ぐ。ああ、させる。間に合え。これはこれはヒロシャースーパーエース。ギャンブル。いや、来たら負け。うん。回してる人いる？なんでこんな回さないんだろう。終わりました。頑張ります。発電機回さないパーティーは無理よ。さすがにどうやって勝つってレベルだから。上だ、上。すんな。ここ回ってあと1台なの？マジ？回した？ここしかもう道はない。キラー、ルルートは。チーム全体の勝利の方が優先。自分のためじゃない、チームのためにやれないやつはエースになれない。なんでデドバのエースになれる？不幸中なやつはエースになれない。チームのためにあげなければならない。何があろうが。で、小屋のところで時間を稼ぐ。なんでこうなんだろうな。ほんと驚くよ。分散してくれないの。そうだって。簡単に逆転負けを食らうっていう。開いてねえしよ、もう。でもミッション的にはクリアっぽいからいいや。受けたよね、チームで。
これよ、これよ、ヒエロジャンダツバラスバス。何を言われても勝利が優先。よし、これこそがデッドバイ。ああ、うぅ、ありがとうございます。助けたかったけど無理よ、あの状況で。もう信用しねえやつと遠距離持ってるやついるし、もう無理よ。何人抜けたのこれ、二人だけなの結局。ミシューシャイラ、ドラモブダメでしょ、人がつけてるところに、人がやってるところに入るから。ちょっと違うところに行かなきゃいけないね。ああ、楽しいね、でも。面白いね。普段はやらないようなあれの。なってますよ、なってますよ。人狼の疲れが多分生じてたから、多分目に見えない疲れとか、長時間結構やりすぎてたから、さすがにいくらなんでも、尋常じゃない配信の時間とかやってたから、だからちょっと、すごい気分転換になってますよ。楽しいなーって。これも運命だから、これでいいんだと思いますよ。たまたま、なんだろう、たまたまあれなわけでしょ？運が悪いんだか運がいいんだか、たまたま部屋が見つからなかったおかげでできるって。すごい、なんかモードも違うしね、気分転換になってるね。どれくらい入ってんの？変なの使ってんの？いや、4万ぐらいがマックスとかって噂なんだけど、俺多分4万入ってんの？わかんないけど。ケーキとか使えば跳ね上がるの？ 10 万ぐらいの人も。これやったら、落ちますよ。合理的な問題で。みんなもやりたいそうに。アーカイブやりてえのか、第8が面白いからやってんの。派手な方の衣装でなんかやる人もいるしね。目立たない衣装で普通にアタックやりたい人もいるし。あえて派手な衣装で。キラーがね、もう迫ってる時にはあえて救わなかったらね、発電機、あれの位置変わるからね、っていうのも一つの手かもよ。位置変わるから。今までみたいなキャンプ戦略取れないから。いなくなるからね。自分の位置から。
垂れ上がりで来てるような気がする。これなんで終わらしたの？終わらしたやつがいる。マジでムカつく。すぐ終わらしたやついる。待ってらんないのか。マジで。まあいいや、一人変なのがいても勝てるから。とんでもねえやついるわ。起動して間に合うだろ、ギリギリ。マジで論外だよ。論外ってなんであの救助に来ないからですぐやめんだろ。早すぎるわペーツ。なんで救助してやらないんだよ。
回してるよ。来なくていいっつうのよ、もう逆に来なくていいって。山でしかないってもう。何の意味もねえって。回復しろよ。どうする気だよ。回復入れろよ。ダメだよなぁ。もうさ、治療するゲームだと思ってんだよなぁ。もうダメだよなって言ってる人ってまともだぞ、俺が絶対。誰が発電機回すんだよ、だったらよ。悲しくなってくるわ。あ、もう、時間がねえだろ、明らかに。脱出できる。スーパーエースヒロちゃん、助けない、かっこつけるゲームじゃない。俺は守んなきゃいけないんだよ、ハントレスの一発から。よし行きましょう。これヒルちゃんデッドファースーパース抜けたら楽しい。よしよし、ああ、足りねえやつ。俺とツホドラーも、俺なら多分すぐやめたやつ。あのさ、治療場して間に合うんだわ、スキルチェック外さなきゃ。外してんの、救助に来ないからって。また呆れ返るよな。まともなデッドバイプレイヤー、スキルチェックちゃんと入れて待ってるわ。また呆れ返る。間に合わない距離なら行ってるわ。どこにいる？救出作戦は諦めてってことに、こっちの人は。要するにゲート開くまで待ってんの？いやもう、もう一つはこのジョナバスケス。そう。ほんと、吊るされたメグの気持ちなんとなく察する。シルエットでダメよ。何言ってるか分かるよな、バスケス。君の動き見て、吊るされてるメグってイライラするだよ。助ける気もなく、ぐるぐる回ってるだけに。心磨かなきゃいけない。うん、そうですよ。2回目吊るされて、近くで、僕ら、治療だったから止められないんですよ。もう近くだったけど。治療間に合うんですよ、多分。間に合って、救助も、行けるんですよ。普通のプレイヤー待ってるんですよ。我慢して待ってるんですよ。すぐやめたんですよ。治療終わった瞬間やめたんですよ。間に合わないレベルじゃないんですよ。治療してんだから途中でやめれないんですよ。
そこまで休養してないし、時間を見れば間に合うから絶対。明らかにね。明らかに、休養を要して、ないんですよ。この状況で、やつや。助けに来ない、近くで治療してんなっていうの？これもわかんないレベルだったらもうゲームやんないでほしいわ。自己中すぎて。治療の手を止めてやるよりはもう治療してから行っても間に合うからもう時間的に絶対。っていう感じだったんですよ。そういう、考えてんだろう。間に合わないレベルなら、俺してますよ。間に合わないレベルなら行ってるわ。うん。そう。誰その治療しない人がなんか下手な動きされるとマジで困るし、チームの状況が悪化する可能性まで秘めてるから。部活に変なこと。